今回はタイピング風テキスト表示の作り方をご紹介していきます。作例はこんな感じです。こんにちは、ジェマです。このチャンネルでは動画制作を始めたての方やこれから始めようと思っている方向けにスマホのみでできる動画制作について主にアップしております。ご興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回はタイピング風テキストの表示の仕方の作り方をご紹介するんですけれども、冒頭で見ていただいた感じで実際にこうパソコンとかでキーボードを打って、そのままテキスト文章が表示されていくっていう感じの表示の仕方にはなるんですが、今回も使う動画編集アプリキャップカットにはもともとアニメーション機能で一文字ずつ文字テキストっていうのを表示していくアニメーションがもともと備わってるんですけれども、それでももちろんタイピング風にはなるんですが、今回ご紹介する内容の方では例えばこうひらがなをまず打っていってそれが変換漢字に変換されてっていうここの一連の作業もあるとより実際にタイピングしているような感じになりますので、それを作っていきたいなと思います。で結構細かい作業にはなるんですが、よりリアリティがクオリティの高いテキスト表示の仕方になりますのでぜひ皆さん真似してみてください。で、その細かい作業になるのであんまりこう長い文章を作るよりかはちょっと短めのものでインパクトを出してもらう方がいいんじゃないかなと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。まずは新しいプロジェクトを開いていただいてお好きな映像ですね、背景になる動画を選んで選択していただいて下の段の追加ボタンを押しましょう。でここで今からテキストを入力していきますので、まずは下の段の左から3番目 T と書かれたテキストのところを選択しましょう。でテキストを追加を押していただいて、ここでお好きなテキスト文字を入力していくんですが、今回は大阪の Vlog っていう感じで大阪 Vlog にしたいんですけれども、この最終的にはこの漢字に変換した大阪を使うんですが、最初はまずねここでひらがなの大阪っていう風な表示をまず最初にさせたいので、一旦は全て漢字に変換するところもひらがなにしてまずは入力していきます。で一つここでポイント重要なのが一番最後にですねカーソルを表示していきます。キーボードでタイピングするときって必ずこう文字の最後に縦棒のカーソルが表示されていると思いますので、よりこうリアリティが出るようにカーソルをつけていきます。でそのカーソルになるのは今回この数字の9のところにあるこの縦棒ですね、縦棒を入れることでこれをカーソル代わりに使っていきたいと思います。で、文字が入力できたらスタイルのところで一応フォントの変更とか、色の変更っていうのはできるんですけれども、フォントもあんまりこう手書き文字にしたりとか、ちょっと変わった文字にするとあんまりこうタイピング感が出なかったりもするので、ノーマルの今回はこのシステムっていうゴシック体のものを使うんですが、明朝体か、ゴシック体とかぐらいにしておいていただくのがいいかなと思います。あと色の方ももちろんピンクとか青とかにしてもらってもいいんですが、これもよりリアリティが出るのは黒か白かなと思いますので、このあたりお好きなご自身の使っている背景の動画に合わせて雰囲気に合わせて色とかっていうのを選んでみてください。今回は一旦もすべてノーマルで進めさせていただきます。でこれで OK だったらまずチェックボタンを押していただいて、まずはこの最終的に文字が表示される大きさと位置っていうのを配置変更していきます。なのでプレビュー画面ですね、まず2本指で拡大縮小してもらってお好きな大きさにしていただいて、好きな位置ですね、今回はこの、ちょっと左の方に表示させておこうかなと思います。でここからなんですけれども、今入力していただいたこのテキストですねを一旦こう複製してコピーして2つ出していく感じにしていきます。なので、下の段のコピーっていうものですね、これを押していただくと、こんな感じで、同じ文字なんで重なっている状態なので、今は1つには見えてるんですけれども、これで複製された状態になります。でここからなんですが、一旦まず下のこのタイムラインですねはこう拡大してもらって、こう結構拡大するとこの上の数字秒数のところがもうちょい拡大ですね、これぐらいでいいか、369とかっていうのが出てきたらこれくらいで大丈夫です。で一旦上の段のこの今大阪 Vlog って入れてるテキストを選択していただいて、ちょっと細かい作業になっていくんですが、一旦まず 6F のところで、分割していきます。で次もこの6の倍数で分割するので12で分割、18で分割で、24で分割で、一旦この1秒のところで分割で、次もまた6秒、6F で分割
12F で分割、18、24で2秒ですね。でこれ3秒まであるので、ちょっと引き続き同じ作業を行っていきます。はい、これで全部分割されました。ちょっと画面縮小すると、こんな感じで上の段のテキストっていうのが全部6ずつで区切られていた感じになります。はい、ではここからやっていきましょう。まず上の段のですね、1つ目のこの分割したものを選択していただいて、一旦この下の段のスタイルを押します。でここでですね、まず1つ目の文字をひらがなのおをまず入力していく段階を作っていくので、一旦ここを全部消してもらって、おとカーソルだけ残るようにしていきます。でこれでチェックボタンを押していただくと、一旦ね、下の段のこの大阪 Vlog っていうのが表示されているので、このおカーソルっていうのと重なってるんですけれども、これを、おを移動させて、この下の段のおと被るようにこんな感じ、よいしょ、全くこう重なるように調整していきます。ここの作業がかなり細かい作業になります。これさえちょっと乗り越えればいい感じのタイピング表示になりますので、頑張っていきましょう。はい、でこれで一つ目のですね、Oカーソルっていうのが今、表示されている状態になってます。はい、で今下の段に大阪 Vlog っていうのが重なってるので、ちょっと変な感じなんですが、最終的にはこの、下に表示してるのはその目安になるように表示してるだけなので、一番最後には削除しますので、ちょっとここは気にせずやっていきましょう。はい、では次2文字目いきます。で上の段の2つ目区切ったところを選択してもらって、また同じように下の段のスタイルを押します。で次は2文字目のおまでを入れたいので、ここですね、 Vlog とか全部消しておおまでを入力しておきます。でこれでチェックを押してもらって、これ同じようにまたこれ下の段と重なるように、ちょっとかなり細かいんですけど、はい、こんな感じですね。今ぴったり重なってるかなと思います。こんな感じでちょっと極力ズレがないように、下の段に表示している文字と重なるように表示をさせていきましょう。はい、じゃあ次3文字目ですね、おさかと次どんどんやっていきます。同じようにスタイルで、はい、チェックで位置を、これね、位置を変更させる時なんですけど、ポイントは、左下のこの四角いところ、四角になっているところを持っていただくと、変にこう回転したり大きさ変わっちゃったりしないので、いいかなと思います。結構ねこの辺を押したりするとこう大きさ変わっちゃったりするので、これねちょっと嫌なので、左下のところを持ちながら移動させてもらうと、割とスムーズに移動できるかなと思います。で今回もこんな感じですね。はい、ぴったり合いました。で次さあカーですね。でここまでカーまで入れれたら、次変換の段階に移ります。カーも同じように、はい、でここでですね、カーまでひらがなで次漢字に変換する手前までできましたら、ここでですね、次そのカーを入れたところで下の段を次選択します。で下の段を分割していただいて、分割したこの後半、これから変更していく方を選択して、またスタイルを押します。でここからね、大阪を漢字に変換していくので、漢字に変えたもので入力してもらってチェックをつけます。はい、で次ですね、この大阪の位置を O のこの最初のところに合わせてもらうといいかなと思います。ここですね、ちょっと今文字が重なって何のこっちゃわからないんですけれども、の一番手前が、最初のひらがなの O を入力してたところに、大阪漢字の台っていうのが重なるところに持ってきてもらうといいかなと思います。はい、では続いてもう一回上の段の変更をしていきますので、今大阪までね、ここまで入れたので、次ここですね、次の変換のところをやっていきます。で次また下の段のスタイルを押していただいて、次は、Vlog はねまだここ入力してないので消してもらって、大阪漢字に変換したところになりますので、大阪っていう漢字に変えて入力してチェックを押します。はい、で次下の段がもう大阪 Vlog って漢字に変わってるので、また同じようにここですね、重ねていきます。はい、こんな感じ OK です。ちょっとここまでで見てみましょうか。これちょっと邪魔なんで消してみると、いきますね、大阪、ほ、こんな感じで、ちょっと今早かったんですけど、おおさ
かって入力されて、次でこんな感じで変換されるっていう、表示するところまでできました。あとはもうね簡単です。Vlog のところはローマ字で特に変換はないので、同じように最初の大阪っていうひらがなと同じ作業を繰り返していくだけになります。ちょっとやっていきます。はい、できました。一通り大阪 Vlog っていう風な全部が入力するところまでできましたので、あと残りですね、この残ってる分割していらないところは全部もういらないので、下の段の削除ボタンを押して、削除させておきましょう。文章がねちょっと長い場合は全部使うことになると思いますので、いらない場合は削除させておきます。であと下の段に、この目安として下敷きで使った分っていうのも全部いりませんので、下の段も全部こんな感じで削除していきます。はい、するとですね、見ていきましょうか。こう最初から再生していただくと、はい、どうでしょうか。今タイピングした感じに見えましたでしょうか。今最後のところもこのめっちゃ短い感じすぐ一瞬で消えちゃってるので、これ最後はねちょっと伸ばしておきましょう。最後の、入力し終わったところっていうのは少し伸ばして表示を長くしておくといいかなと思います。はい、こんな感じです。はい、ではここまででちょっと細かい作業だったんですが、タイピングしてテキストが表示されていくっていうところまで作ることができました。では残りですね、効果音でそのタイピングしているカチャカチャカチャっていう音を合わせることによってより一層こうリアリティが増しますので、それをやっていきましょう。で、効果音に関してはこのキャップカット内にもともとそのタイピングの音っていうのが使えるもの入ってますので、それを使用していきましょう。一旦動画ですね、一番初め文字の入力し始めるところからタイピングの音を入れたいので、一番先頭に持ってきておきます。はい、で下の段の音符マークオーディオっていうところを押していただいて、今回はエフェクトっていうところを選択していきます。でこんな感じでトランジションマジックファイトとかいろいろあるんですけれども、今回この中のメカニカルっていうところを選択します。でこの中の項目にあるタイピング1、2、3、4っていうのがありますので、一つずつこんな感じで聞いてもらってお好きなものを選択していきましょう。今回はこのタイピング2ですねを選択していこうと思いますので、右側のプラスボタンを押します。はい、それとこんな感じでタイピング音っていうのが下に挿入されましたので、一度これで聞いていきましょう。はい、っていう感じでちょっとねこのタイピング始まるまで、ここからですねタイピングの音が始まってるので、ちょっとここまででも大阪って入力されちゃってるので、前ねここをちょっと縮めてタイピング音がいきなりこう始まるようにしておきましょう。よし、ここで今ちょうどカチャってね、これタイミングはそれぞれだと思うんですけれども、今タイピングの効果音がカチャってなったところで Vlog っていう最後まで打ち終わってますので、これ以降の音声いらないので、この Vlog っていうのが打ち終わったところで下の効果音は分割してもらって、後半のいらないところを下のゴミ箱マークで削除しておきましょう。はい、これで完成になりますので、一度見ていただくとこんな感じ。どうでしょうか。割とこうタイピング本当にしてる感じに見えるのではないでしょうか。はい、こんな感じです。ちょっとねかなり細かい作業の、作り方にはなったんですけれども、細かく地道にやってもらえれば割とクオリティが高いタイピング風のテキスト表示ができますので、ぜひ皆さん真似してやってみてください。長い文章より今回みたいなちょっと短めでやってもらう方がいいかなと思います。はい、ということで今回の動画が少しでも参考になった、良かったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンやコメントをお願いいたします。引き続きこんな感じでスマホのみでの動画制作について動画をアップしていきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録もしていただけますと嬉しいです。今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。